こんにちは。モータージャーナリストの藤島智子です。今回はトヨタの新しいシエンタをご紹介しようと思います。シエンタといえば、かつてはですね、この3列シートを備えたミニバンとして人気を得てきたモデルですよね。そして後席のドアは電動のスライドドアを備えていたりして、このあたりの実用面とても定評がありました。今回はこのモデル、とても大きく変更を遂げていますね。シエンタとしては初めてのフルモデルチェンジということで、2代目のモデルになるわけなんですが、まず大きく変わっているのはこのスタイリングなんですよね。まるでスポーツギアをイメージさせるようなこのデザイン、とても躍動感があって、まるで一筆書きで描いたようなこのスタイリング、なんかすごくアクティブな気分になって乗りこなせそうな素敵なデザインに変わりました。そしてもう一つ注目したいのが、ハイブリッドモデルが今回シエンタとしては初めて採用されているということですね。このあたりの走りは後でしっかりとチェックしたいと思います。そしてもう一つ、今回は低床のフロアを実現しています。このシエンタ自体はハイブリッドも想定した設計でありながら、フロアの高さを低くすることで実用面がかなり上がっています。そしてもう一つ新しく追加されたのが、トヨタのセーフティセンス C です。これは衝突回避支援ブレーキを含むシステム、最近は車の購入意欲につながる安全装備の一つになってますので、このあたりとても嬉しいポイントになってきますよね。それでは順に細かく見ていきましょう。注目のハイブリッドモデルです。ユニットとしては 1.5 リッターのエンジンにモーターを組み合わせて、システム全体としては100馬力を発生するものになっています。 JC08 モード燃費は 27.2km を達成しています。インテリアを見ると、機能性をうまく取り入れたこのデザインすごくいいですね。特にこのダッシュパネルを横切るこのオレンジのアクセントライン、こうステッチが縫い込まれたようなデザインになっていったりして、とてもおしゃれです。このようにオレンジ色のアクセントになっていて、とてもおしゃれですね。そしてこのようにコンビニフックがなったりですとか、このあたりとてもすっきりとしたデザインになっていますよね。すごく好感が持てます。今回のシエンタは6人乗りと7人乗りの設定があります。今日の車は7人乗りになりますが、このようにですね、2列目もとても広いですよね。注目したいのは低床化されたこのフラットなフロアです。乗り込み口が地上から330ミリととても低くワンステップで乗り込めるようになってますし、それからハイブリッドモデルでありながら足元にあるはずのバッテリー、この張り出しもすごく少なく抑えられていて、とても広々しています。そしてこのシートにも注目したいんですが、このようにスライド機構がついていて105ミリスライドします。さらにリクライニング機構もついていてくつろげますね。3列目のアクセスはとても乗り込みやすくなっています。2列目のシートは背もたれを倒して座面ごと跳ね上げる、タンブルタイプのシートになっているんですね。そしてこのように大人でも十分座れる空間になっていますね。シートのクッションもかなりしっかりとしていて、なかなか落ち着いて座っていることができます。そしてさらにこのように小物入れ、ドリンクホルダーもついていて、実用性もしっかり確保されているのが嬉しいですね。ではシエンタならではの画期的なシートアレンジを実際にやってみましょう。まずは背もたれを倒していきます。このように横からアクセスして2列目をこのように跳ね上げます。そしてこちらも倒します。ではここの紐を引っ張りながらこのようにダイブインします。結構簡単にできますね。アレンジするとこれだけの広さが確保できます。自転車なども積めそうですよね。そしてもちろん2列目のシートを起こしてあげれば、2列目に乗員も座れるということで臨機応変に使えるのが嬉しいですね。それでは新しくなったシエンタの走りをチェックしてみましょう。